こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。インスリンと動脈硬化のお話です。疫学的に見て糖尿病患者が心筋梗塞、脳梗塞、虚血性心疾患、下肢閉塞性動脈硬化症になる確率はそうでない人に比べて2から数倍の発症率になっています。糖尿病がどうして動脈硬化を起こすのかは、最近ではインスリン抵抗性症候群という概念で説明しています。これは糖尿病になるとインスリンの作用不足で筋肉での糖の取り込みが低下します。そのために糖代謝を補うために代償的に膵臓でのインスリン分泌が亢進し、高インスリン血症が起こるのです。インスリンの作用不足が起きるとリポタンパクリパーゼ活性低下、肝臓での VLDL 合成更新、LDL 受容体活性低下が起きて脂質の代謝異常を起こします。また体糖異常では高血糖を起こし、血管内皮細胞機能を障害したり、糖化によるタンパク変性をもたらし動脈硬化が進みます。さらに高インスリン血症では、そのインスリンが腎尿細管におけるナトリウムの再吸収を促進し、血管壁平滑筋細胞を増殖して高血圧の原因になるのです。糖尿病における動脈硬化の予防は血糖値のコントロールだけでなく、インスリンによる代謝の正常化も問題になってくるのです。